ランゲンゼルボルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインキンチヒグーの市で、ある。この町は、ヘッセン州東部、ゲルンハウゼンとハーナウとの間のキンチヒタールに、一致している。州内や、近隣の地方においてランゲンゼルボルトは、交通情報で馴染み深い。アウトバーン A45 号線と A66 号線とが、 交差するランゲンゼルボルトジャンクションのためである。ランゲンゼルボルトは、近地ヒタールの辺縁部に位置している。市の北東部は、バインベルクに面している。ランゲンゼルボルトを、グリンダウ川が流れており、ランゲンゼルボルト付近で近地チヒ川に合流する。市街地のすぐ隣に、人造湖のルール湖や近地チヒ湖があり、充実した余裕施設が利用できる。また、 駅の近くにビルケン池がある。ブーフベルクも市内にある。ランゲンゼルボルトは、北はロンネブルク、東はグジュンダウおよびハッセルロート、南はローデンバッハ、西はエルレンゼーおよびノイベルクと境を接している。ランゲンゼルボルトには公式な宿はない。しかし、住民は時々オーバードルフ、ヒンザードルフ、クロスターベルクと呼ばれる地区に区別する。ただし、 歴史的、政治的には、ランゲンゼルボルトは、単一の集落である。ランゲンゼルボルト上ゼルボルトの最初の文献上の、記録は、1108年になされている。この頃、レギン・ボーデン家出身のゼルボルト・ゲルンハウゼン伯、ディート・マールが、ゼルボルト修道院を設立した。ボルフガング・ハルトマンの研究によれば、ディート・マールは、ルート・ビンガー家やベッティン家の近親にあたる妻。 アーデルハイトを通じて、チューリンゲンのカムブルクや、現在のザーレ・ホルツラント軍の村に所領を有していた。ハルトマンは、チューリンゲンに創設された多くの城塞や、修道院は、彼の子孫に由来すると推測している。ザリエル家の血縁者であるにもかかわらず、皇帝に反対する立場のディートマールクはおそらく1115年に、ベルフェス・ホルツの戦いに参戦した。 ナウムブルクの大聖堂の彫像は、妻のアーデル・ハイトと息子のティモが有名な寄進者として、作らせたもので、政治的意図を持った彫像シリーズを形成していると、推測している。13世紀以降、ある下級貴族が、ホンゼルボルトを自称し、ランゲンゼルボルトに今日構えたと推測される。ゼルボルトの住民は何、世紀も前からゼルボルダーラールと呼ばれていた。ヒンザードルフト。 マルクと広場の間の図書地にもゼルボルダー、バッハタンツも記録されている。ディートマール博がゼルボルトに創設した修道院の建物は後にイーゼンブルク家が購入し、ここ2727 27年にランゲンゼルボルト城を建設した。現在この建物は市の行政当局が利用している。ランゲンゼルボルトは1983年に都市圏を獲得した。 第二次世界大戦後、まず旧ドイツ東部領土からの難民や、ひつ放射が転入してきた。その後、様々な人々がランゲンゼルボルトの新住民となり、2019年12月31日現在の、この町の人口は14,111人である。ランゲンゼルボルトのプロテスタント教会2006年12月31日、 現在、プロテスタント信者は6426人、カトリック信者は約1000人である。ランゲンゼル・ボルトの市議会は37議席からなる。ランゲンゼル・ボルトの紋章の字色は青である。この上に、橋が、休憩の金の十字が描かれている。これに銀と黒のストライプの盾が乗っている。十字と盾には、銀のフレームが付けられている。このに、 駐輪ーリン州、バーとクロスター・ラウスニッツと協力都市関係にある。ズーム・ゴルデーネン・エンゲル最も重要な見どころは、1727年から1735年に建設されたプロテスタント教会である。この教会は、バロック様式のランゲンゼルボルト城やその庭園と、共に、上官アンサンブルを形成している。現在、上官は、市の行政当局、バレー学校、 青少年センター、会議センター、郷土博物館として利用されている。この他の文化イベントの会場としては、クロスターベルクハレがある。マルクト広場に面した歴史的な旅館、ツームゴルデーネンエンゲルは、かつての所有者にちなんで、ペルートとも呼ばれる木組建造物である。ランベンゼルボルト郷土博物館は、約300平方メートルの展示スペースに、街の歴史を展示している。 会の二つのスペースには、農業、手工業及び、紀元前千年に遡る、ランゲンザルボルト地域からの出土品が展示されている。上階は、19世紀末から20世紀初めの家庭の展示に費やされている。この他に、1900年頃の小売店も展示されている。この町には、アンゲルシュポルトフェライン1925、テニスクラブ TC77、 バルシュポルトイコールフェライン1975、トゥルンフェライン1886、TG ランゲンゼルボルト1953という名前の卓球クラブ、シャハクラブ1929、カラテイコールフェライン1969及び SPVGG1910 ランゲンゼルボルトといったクラブがある。文化イベントはそれぞれのサークルによって活発に行われている。 複数の音楽クラブや歌唱クラブコールフォールム、アイントラハとゼンガールスと、フォルクスコールなどである。ランゲンゼルボルト駅、ランゲンゼルボルトは、ラインマイン地域の東部に位置し、ドイツのアウトバーン網の接続ポイントである、ランゲンゼルボルトジャンクションに面している。ランゲンゼルボルト駅は、キンツヒタール鉄道に面して、ここには、レギオナルバーンと、レギオナルエクスプレスが発着する。 ランゲンゼルボルトには、グライダー用飛行場があり、ここから、近地ヒトアル上空の旋回飛行が行われている。この町の大きな企業としては、サーモフィッシャーサイエンティフィックや、家具販売のヘフナー家具の販売店がある。オットー・コンツェルンは駅前に、シュバープ配送の配送倉庫とベルリンのインターネット配送会社マイト等位のロジスティックセンターを有している。 RDSD GMBH&COKG は南ドイツに32カ所ある中央倉庫の一つをこの町の産業地域に置いている。アイドブ GMBH はランゲンゼルボルトからメガマンという商標で節電型電灯を販売している。この他に数多くの中小企業がある。長い間、この町にはチビールの醸造所がなかったが2006年に ゼルボルダー・ブラウハウスが設立された。そのビールは小売店だけでなく、瓶や樽で直接販売も行われている。医療は隣接するハーナウの病院やゲルンハウゼンの軍立病院を利用する。かかりつけ医となる医院は一般や内科医が9件ある。産婦人科、皮膚科、小児科、循環器科、神経科、眼科、糖尿病専門医、透析治療といった 専門医もいる。緊急医療については、ドイツ赤十字の救急車がランゲンゼルボルトに待機している。ありがとうございます。